はあ、こんばんは、ハルケです。今回は最新版のディフェンダーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回ですね、前回の、ティアリストと特に変わらずですね、新しいフッティーズの選手たちを追加しました。で、それでは、早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが最新版のディフェンダーのティアリストになります。まあ D だったり、C、またまあ B かな、もですね、ここら辺を少し、調整を、しました。でですね、新しく入れた選手はですね、B と A の間にいる、フッティーズ、カルバハルですね、カルバハル。まあカルバハル非常にね、強い選手ではあるんですけれども、ちょっとフィジカルの部分、っていうのはまあ気にはなるかなというふうに思いますね。まあ前回でも紹介をしたダンフリースとまあ右サイドバックまあ比較をしてね使ったんですけど、やっぱ守備のところっていうのがダンフリースに比べると気にはなってしまうかなというふうなところですね。なんでまあもう総合的にまあパスの上手さとかまあドリブルのある程度の持ちやすさとかっていうのはまあ加味すると総合的にはねまあ A に入れれるかもしれないんですけど、まあそれでもやっぱ守備のところってサイドバックとしてはね、まずちょっと重要になってくるので、まあちょっとここの立ち位置にしてるというふうなことですね。全然弱くはない選手です。で、そして A ですね。A はですね、新しく入れた選手、フッティーズのディエゴ・カロス、ですかね、この1名かな、を新しく追加したというふうなことになります。まあ、ジエカルに関しては、非常にコスパがいい選手ですね。まあ値段もめちゃくちゃ安いのに、今の現環境でも通用をするレベルのセンターバックになります。結構相手にいることもね、多いですし、もう普通に借り取ってくる、選手になるので、まあ相手にいるとね、厄介で、ね、まあ、またディエカルかよっていうね、ことがね、結構思うこと多いんですけど、やっぱりそれだけ多くの方が使える値段帯で、強さっていうのもある程度あるという選手になりますね。あとはビルドアップの、部分で逆足がねアップグレードされたっていうのはフッティーズ、いいところかなというふうに思いますし、まあスピードでもそんなに負けない、かつフィジカルでもある程度強いとそういう選手になるので、まあ比較的この選手はおすすめかなというふうに思います。で、そしてエースとA ですね。の間にいるのが、シェイプシフターズ、クロスターマン。そして TO です、ルーベン・ディアス。まあ前回からですね、クロスターマンを少し下げたという風な形になってます。で、そして一番上ですね、S。S ランクはですね、フッティーズのルシオ。そして、フッティーズ、アラバ。そして、フッティーズ、カプデビラ。この3名を、まあ前回からは追加をしたという風なことになってます。まあ、ルシオに関してはですね、この選手最強です。まあ、最強クラスで、今作一番最後まで使える、レベルのセンターバックに、なりますね。まあ、またですね、ルシオの時代が来たんじゃないかな、というふうに思いますし、まあ、数々ね、強いセンターバックの選手たち出てきてるんですけど、やっぱりこう、シュートブロックの、速さだったり、こう、しっかり当ててくれる力だったりとか、あとは貫通しないっていう、選手になりますし、まあスピードの、部分もまあ速くなって、ますので、まあ本当にこう史上最高のセンターバック、にはなるかなというふうに思います。で、そしてアラバですね、アラバフッティーズのアラバ。まあこの選手もですね、非常に素晴らしい、センターバックの選手ですね。今作アラバはね、比較的強い、選手になっているというふうに思います。数々のこう特殊が出てきている中でいくと、なんでもともとね、こう素の能力として強い選手なんですけれども、まあ、そこからフッティーズまで来ると、まあ、さすがに強いなというふうに思いますね。非常にね、身長が低いんですけれども、負けないフィジカルを持っていて、あとはその身長の低さがゆえに、まあ、ビルドアップの上手さだったりとか、ドリブルで運んでいく力っていうのもありますね。一応まあ、センターバックなんですけれども、左サイドバックで使うのも全然ありかなと。いうふうに思います。まあ非常にディフェンスラインの中では、まあ最も万能と、言っていいほどの、まあビルドアップ能力、だいたいボールを運ぶ力っていうのはあるので、そういうビルドアップを大事にしたいっていう方は、アラバはめちゃくちゃおすすめかなと、いうふうに思います。で、そして、最後ですね、フッティーズカプデビラ。まあこの選手もですね、非常に強いです。
非常に強い。やっぱりこの選手はですね、今作の最初、いや、ワールドカップからかな。ワールドカップの強化版になってから非常に使われ出した選手ですね。で、そっからは、まあ、ファンタジーフット来て、まあ、ちょっと経ってからは、だんだん見なくなってきたんですけれども、まあ、今だと、もう普通にみんな使ってる使用率高いんじゃないかって、思うぐらいのね、まあ、一番高い可能性ありますね。LB の中で一番使われているかもしれない。そんな選手までまた戻ってきました。やっぱりカプは強いぞという、ことでですね。能力以上に、強さを感じていた守備能力、からですね、能力も伴ってくるっていう風になると、それはもう強いです。自分もね、実際使ってますし、カプに対して不満点っていうのは本当にないです。本当にない。ちゃんと取ってくれるし、かつこう自分でも運ぶっていう力を、持っていて、さらに軽いんでね、ある程度あの同じ LB のテオエルナンデスよりかは軽いです。なんでその中である程度持っていける力っていうのもある選手にはなりますし、まあウイングバックでも、または3センターバックの一角でも、いいかなっていう風には思いますし、まあ個人的にはこの選手、まあおそらく自分はですね、一番最後まで、使う LB、左サイドバックの選手なんじゃないかなという風に思います。まあっていう感じで、これがディフェンダーのティアリスト、最新版のティアリストになります。もちろんですね、ここに入れきれなかった選手、多くいると思うので、まあ気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。